ご覧の皆様、こんにちは。ホステルと申します。プレイステーション4のデイベア1998。初見高難易度の実況プレイでございます。本日もどうぞよろしくお願いしますね。で、今は、サミュエル君を操作して病院の中を探索しつつ、地下のバルブを回してスプリンクラーを作動させたところからの再開ですね。で、ご覧の通りなんだけれども、もう弾薬がマグナムの弾しかなくて、ゾンビに対してもマグナムを使っていかなければいけないというこの状況に加えて、体力が残り 8% しかないという、まさしく絶対絶命。もしかすると、やり直しが危惧される可能性が出てきたな。セーブポイント、一箇所あって、そこからのセーブもあるんだけれども、そのセーブの時点ですでに窮地なんだよね。だからもしかすると、またしても頭からやり直すという手堕落をお見せしてしまうかもしれないね。申し訳ない。このマグナム1本、残りの弾、装填されている6発と、インベントリーにあるあと1発、合計7発でどこまで進むことができるのか。まあ、限界までは頑張っていきますわ。とりあえず、マグナムさえあれば、ゾンビの群れは突破はできるだろうからね。進めるところまで進んで、ストーリーの内容を確認しつつ、やり直すことになったらやり直すことになったで、次回に繋げていくという。初見高難易度のクリアだけは譲れん。この後のバイオハザード RE3 も、初見高難易度から攻めていくつもりなんで、よろしくね。登って！無理！と、まあ、こんな感じで。また難所だよね、それにしても。どうしようかな。スタミナ速攻薬か何か使って、切り抜けるっていうのもありだけど、一度スタミナ満タンの状態にしてからエレベーターまで行けるかやってみよう。あの筋肉野郎の攻撃をうまく避けつつ、で、エレベーターに。よし、来た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 。オッケーオッケー。早く閉めて！よし、勝ったな。高難易度の場合は戦う敵と逃げる敵を、吟味した方がいいよね。吟味っていう言葉がとっさに出てこなかったわ。語彙がないんでね、申し訳ない。ここは1階だよね。1階のレセプションの横あたりぐらいから、産婦人科に行けるんだったよね。で、産婦人科で、隊員と合流して何の隊員か知らねえけど。で、先へ進んでいくっていうような流れだったと思う。こっちだったよね、レセプションって。どうだっけ？一回地図確認しておこう。そうだね。あ？どこだ？しっけ。この向こう側かな？向こう側から声聞こえるわ。急に大声だし申し訳ないね。すまない。驚いてすまない。音量注意でお願いします。このゲームそもそも BGM 自体怖いからね。BGM にびっくりするわ。俺の声もそうだろうけど。暗いな。起きるか？うわ！びっくりした。水が落ちてきてるだけか。今まで以上に画面が暗いような。あ？何の音だ？やっべ、怖っ。ここ産婦人科かな？小児科。うわぁ、嫌な感じするな、これ。無残な妊婦の死体が。この中は？この扉じゃないんだ。うわ、行きたくねえ。こっちの方から音聞こえたよね。だって。うわ、小死体が。ゾンビか？あー、葬っとくか。マグナムもったいないけど、これしかないもんね。この先にアイテムがあることを祈る。あ！びっくりした。なんなんだ。敵がいないことを確認してからハンドガンでリロードしよう。この扉いけるけど、今はとりあえず、先に取り回しを良くしておく。これ以上マグナムは使えない。
くし。ただ、とっさに扉開けた瞬間に敵出てきたこととかを考えると、マグナムを装備しつつ、扉を開けていった方が良さそうだけど、開けられない。この奥が目的地のような気がするな。広いところではハンドガン持っとこう。遠くからでも敵の接近がわかるからね。回復アイテム欲しいな。炎に触れたらダメージ受けるんだよね、このゲーム。結構リアルだから、その辺は。無駄に。無駄にリアルだから。プレイを進めれば進めるほど、値段相応のクオリティしかないことが分かってくる、このゲーム。失礼な言い方で申し訳ないけど。くら。こういうとことかにアイテムないかな。これは哺乳瓶？メンタルドロップ？開けられるか？無理だな。うわ、暗すぎて何が何だか分かんない。メンタルドロップがあるだけが、体力回復だっけ？メンタルドロップって。抗精神薬か。体力回復ではないな。奥へ進むか、では。こういうところから行ければよかったんだけどね。取りこぼしないよね、俺。セーブポイントのある隠し部屋とか、ないよね、この辺には、多分。では、さらに奥へ進んでいきましょう。生存者がいることを祈って、さらに奥の部屋へ。ひた走る！サミュエル君！生きていてくれ！頼む！お？割りかし明るくなったな。あー、ちょっとなんか、産婦人科っぽい。これマタニティとかって書いてあるし。やばい、興奮してきた、おじさん。おじさん興奮してきた。産婦人科だって、はぁ、あ、はぁ、あ。一時期産婦人科をの看護師を目指していたとか目指していないとか、というこのホステルさんね。ただの変態なんだけど。真面目な話していい？真面目な話。やろうってさ、産婦人科の看護師とかになれんのかな？これすっげえ真面目な話。誰か知ってる人いたら教えてくんない？なるなれないとかじゃなくて、素朴な疑問。曲がり角が怖い。起きるだろ、お前！こっちから覗いていきましょう。は？待て！やはり、貴様が、出腹男が、倒してやる。よし。危ねえ。接近に気づかねえところだったわ。トイレの中にいるのかと思ったけど、こいつが起き上がってきただけか。手腹でハゲ頭め、最悪なやつめ。お前、なぜ産婦人科にいる？さてはよからぬことを考えているな。葬ってやる。そこに直れ。一発じゃゾンビは倒せないから、さすがにマグナム持っとくしかないな。どこまで進めるだろう。まだ生きてるかな、彼は。大丈夫っぽい。敵の声が聞こえるから、割りかしいるかどうか分かりやすい、このゲーム。一つ一つ開けていこう。アイテムある！しっしゃ！回復っぽくね？これ。薬物みたいなもの落ちてんな。きたー！体力速攻薬！ありがたい。では、早速使っていこう。どれだ？これか。一応組み合わせといて、スタミナ速攻薬か。スタミナ関連は今はいいわ。上げても仕方ないしね。ボス戦の時ならまだしも、今はスタミナは、そこまで上げておく必要はないと思うが、それともスタミナ速攻薬と組み合わせることによって体力回復の効果もアップしたりとかするのかな。どうなんだろう、そのあたり。このゲームは自分の足音もびっくりするんだけど、誰がいるだろうみたいな。誰もいない。しゃ、とりあえず手前の扉から。失礼。おい、上げらんねえじゃねえか。この辺りしっかり作り込んどけよ、部屋ぐらい。で、この先に進むと、あ、ぐるっと回り込んでるような仕組みになってる、この、フロアが。産婦人科はこの先か。だいぶ入り組んでんだ。見落としません？うわ、起きてくる！あ、まずいな！あ、お姉さんだ。は？
ざけんな。しまった。マグナムの弾がもうないぞ。マグナムってうまく言えないんだけど。4発あるマガジン、こいつ入れといて、スズメの涙だけど。いちいちマップ見させてもらうは申し訳ないけど。方向音痴なんでね。あ、こっち先行ける。マップには表示されてないけど。で、ここは、もともと来た場所に繋がってるのか。扉としては開けられないけど、ぐるっと一周するような作りになってるんだね。怖っ。お姉さんゾンビに反応する変態実況者だね。本当にすまなかった。弾薬はできれば一つにまとめときたいんだけど。え？何？なんだ？やべえ、薬切れたか？何これ？怖いんだけど。え？は？でもサイコブレイクっぽいんだけど、これ。サイコブレイクを彷彿とさせるような感じのこと演出なんだけど、いちいちいちくどいわこれ。は？暗い暗い暗い。これ吸引的出てきたらやばくね？これすげえフラフラする。あんまり忙しく操作しない方が良さそうだな。敵いる？何今の音。やべ、マジでこれ視認性悪すぎるんだけど。ああ！カラス？襲いかかってくるのかな？うわ、扉開けられね。いや、ほとんど何も見えない。ほとんど何も見えない、これ。どうすりゃいいの？ドブネズミが。これによるな。あ、そうですか。それはよかった。おめでとう。この人の病気って生まれ持ってのものなのかな？この幻覚が見え始める瞬間、視点の場所が分かりにくくなるんだよね。うーわ！いて！ゾンビもいる！あ、元に戻った。くそ、今しかない。ワンちゃん！あー、ショットガンでした！ごめんなさい。いてーい、どこから？この部屋を探索するためには、筋肉野郎を葬らないといけないね。あ、ここからか。ゾンビが起き上がってくるのを横目に見つつ、こいつ少ない弾数で倒せねえかな今回。少ない弾数でさえ倒せれば、くそ、照準が触れる。やば、渋っ。さっきより渋いんだけど。逆にこれで起き上がってきたらリセット案件だけど、大丈夫だな。体力速攻薬、こいつ決めといて。これ決めないと話にならない。気持ちいい気持ちいい気持ちいい。では先へ進みましょう。女性ゾンビスルーできるかな。あ、マガジンのあたりまで行ったら起き上がってくるんだ。すげえやらしいな、こいつ。やらちい、やらちい。そこに直れ。で、ここにも弾あるでしょ。立ち回りどうしようかな。
まずマグナムをぶち込んで、筋肉だるまの野郎をひるませてから、で、ゾンビに向かって銃撃していくっていう流れにするか。くぅ、決まるー。弾薬は大丈夫か？さっきは間違えてショットガンに持ち替えちゃったのが、敗因だったわ。やっぱりこれで懐中電灯ついてるんだ。きついなー、これはきついで。あっ、で、俺の生まれたところに行くでしょ。で、キンニ君が出てくるから、こいつを速攻、ひるませて、あ、後ろのゾンビもマグナムで倒すな。全弾使っちゃった。ここから先の立ち回りがもの、うぅっせやろ！うぅ、撃ちまくっちゃった。もう詰みマジか、これは本当に。ショットガンだ。まだ俺に命をつなぐことを許してくれるのか。ありがたい。よし、戦える。ハンドガン3発だったらショットガン持っといた方が良さそうだな。ここ戦わずしてもしかして突破できたか？重要そうなアイテムが、まあ、何もないけど。突破できたかもしれないな。で、次へ。マグナムの弾がなくなったら不安が止まらない。どうしよう。あ！なんか雰囲気変わったな。工事現場っぽいぞ、これ。ペンキの塗り替え工事でもしてたのかな？シンナー臭いぞ。シンナー臭が漂ってきそうな。そんな感じがするな。なんて書いてある？リラックスルーム。言葉の通りリラックスできるのか。できる気がしない！ごめんなさい！これヘッドショットが難しいんだよね、このゲーム。それとも、強化弾じゃないと、頭部破壊って発生しないのかな？とりあえず、ショットガン一発ぶち当てて、倒せないようであれば、ハンドガンで削っていくっていう感じかな。今向こう側に見えたぞ、グラフィックの荒さが。ちょっと待って！ちょい、これやらしいんだけど、やらしいやらしい！おい、いけないんだけど、これ。ちょっと待って。向こう側に走るか、下走るか。いけるかな。あ、無理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 。うわ、これ、テクスチャーを乗り越えて、捕まれたりとかすんのかな。すっきれ、ボーイ。角まで来て、立ち回る。あれ？いない。あ、ひょっとして、壁にはまってるか、あいつ。壁にはまってるわ。このまま倒さずにいければいいの、いいのだけれども。あ、索敵状態解除されてる。無視よ。弾ないから。どっち行けばいいんだろう。扉も閉まらないかな、このまんま。あ、見つかった？大丈夫だわ。いける。大丈夫だよね、本当に。こっち向かないかどうかだけつぶさに観察して。ありがたい。命つなげるか。エナジーワーもあるし、マグナムの弾がなくなったとはいえ少しだけ活力が戻ってきたな。とっとと行こう。扉閉まって。よし、これでもあのゾンビと戦うことはないだろう。ただ戻らないといけないだろうけど、ここはいよいよ産婦人科かな。一度マップを確認しておきましょう。くぅ、まだまだ続く。マップに名前が記載されていない。動画の時間大丈夫かな。もうちょっとだけ進むよ。お付き合いくださいね。
アイテムか？え、これアイテム、あー、ティッシュか。向こう側に行けばいいんだよね。ここ開けられないよね。ここ開けられることさえできれば、戻るのすごい楽な感じがするんだけど、マップ構造上。敵いるか？牛いない。クリアリング丁寧にしないといけないね。ごめんよ。アドレナリン。生きてる。まずい。捕まれる前に、こっちへ行こう。あれ？目的地どこだ？よし。産婦人科釣ってたけど。あ、ピコピコ言ってたな。隠し扉だ。どこだろう。なんか今ピコピコ言ってた。ここかな。きたー。リソースは弾薬とか欲しいんだけど。隊員の文書を入手する。ちょっと待って。扉開けられないよね、相変わらず。これは H 添加剤。 H 添加剤の使い方がいまいちよくわからないんだけど、とりあえず適当に組み合わせてみるか。メンタルドロップと組み合わせることによって何ができる？メンタル速攻薬。アドレナリンは？組み合わせることができない。何と何が組み合わせることができて、何と何ができないのかよくわかんねえな。とりあえずたくさんある方のハンドガンを、リローディングしておいてから、文書を取ろう。これ、探していた隊員かな？もはや亡き者になってるわ。すまない。ドクター・キンブルだ、手紙。これ？ドク、It's me. Sorry. But your colleague didn't make it. I found him, but was too late to... すまない。Don't dwell on useless chatter. Just check the status of the computer equipment in the room. 味方の生死は、こいつにとってはどうでもいいってことか。What? Listen, Doc.I am done playing your fucking dirty little games. All I've been doing this whole time is implicating myself in whatever the hell crimes you've committed here by erasing evidence. I do not take kindly to being blackmailed by weirdo fucks in puffy white coats, and I ain't your damn puppet! My role as your accomplice in this fucked up horror tale ends now. I'm heading your way, Doc.And when I get there, you'll do well to give me exactly what I risked my ass for in this godforsaken labyrinth! すげえ口汚いんだけど、この人。俺と似たようなもんだな。つうわけで、今回はこの辺で終了とさせていただこう。次回、医師のところに戻る。というのはいいんだが、しかし、果たして戻るだけの、余力が残されているのか。行方不明の医師を見つけたが遅すぎた。お遊びに付き合うのももう限界だ。あのおかしな医師に自分が処方した薬をそのまま味わせてやろう。ということで、また次回よろしくね。では、ありがとうございました。